はい、今回アクションと飛距離の検証をしていくのはタックルハウスのフィードポッパーの 150mm です。推奨フックは ST66 の 20 と記載があったので今回前後 20 を取り付けています。これで検証していこうと思います。はい、続いてタックルの紹介をしていこうと思います。この大ペン図鑑ではルアーのアクションや飛距離に誤差が出ないように全て共通のタックルを使用しています。ロッドがゼナックの、ミュートスアキュラ 100H で、リールがシマノのツインパワー SW8000 番で、ラインが PE の4号で、先端に、パワースイベルがついています。これで検証していこうと思います。はい、ブリッドのフィードポッパー 150mm 3回飛距離測定していこうと思います。チェック目いきます。はい、1回目飛距離 50m です。はい、2回目飛距離 56m です。はい、3回目飛距離 59m です。で、今日は海にマグロを釣りに来ました。釣り上げるマグロはこちら。